獄ですよ。一生働き続ける地獄。じゃあニューゲーム行くぞ。はい、おい、どういうゲームなんですかね。僕は全く情報を仕入れてないです、うん、まあ俺が適宜説明するから。あ、有能、うん、有能でしょう。こういうお仕事系はね、頑張りますよ。時は遥か昔、遥か昔、妖魔の王さ、夜の君を倒した際、君でしょう、君、降り注いだ青き血によって地上には妖魔が溢れた。邪妖、邪妖。なるほどね。これを植え入れた教皇庁は、全然読めてない。各地にエージェントを派遣し、邪妖から人間を守っていた。ほう、各地にエージェント。なるほど。これ、ここ教皇庁ね。教皇庁って、エージェント、アルーシェ。アルーシェちゃん。あなたに、これがアルーシェちゃん。アルーシェちゃん、もう後ろ姿から可愛いじゃないですか。うわ、しこいな。え？左のあの肩ベルト、あ、かわいいじゃないですか。エスコートする。これは重要な任務ですよ。このババアどもなんか終盤で皆殺しにされそう。あ、かわいい。イラストいいですね。これ僕の好きなタイプのイラストですよ。この3人はなんか学校が一緒だった。あの頃、毎日が夢のようだった。あの頃、あ、学生生活の時。そう。一緒だと。ちなみに2だけど、あんまり1とのつながりはそんなに世界観ぐらいしかつながってないです。あ、じゃあもう2からでもできる。新キャラですから。リリアーナ、一人で馬車引くんですね。おい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 、これがヨーマですか。これが邪妖です。邪妖ちゃん、邪妖です。これが邪妖ちゃんですか。うせやん。うせやん。絶対落ちたらゴロゴロなるやん。やっちゃうよ、やっちゃうよ。この戦闘なんですか。戦闘です。早いでしょ、戦闘。早い。戦闘に入るまでめちゃくちゃ早い。早いでしょ。攻撃です、はい、もう俺知ってるから。あ、わかりました。軽く説明しますね。はい、まあ、とりあえず四角と三角を押せば攻撃できる。なるほど。脳死で戦えるわけですか、ね、片手剣は。これね、いろいろあるんだけど、あ、タイミングがそんなにシビアじゃないので、タンタンタン、トンタンタンみたいな、無双シリーズ的な、オラオラみたいな連打の感じの。へぇ、俺が死ね死ねって言いながらやってもできるから。本当に死ね死ねをしか言わないおじさんになるのだけはやめてください。ほら、あ、もうなっちゃって。できるから、普通にこうやって1、2、3で、で、これターゲティングもできたりする。あ、タゲも変えられるんだ。へぇ、画質がすげえな、やっぱ PS4 すげえわ。 PS4 すごいよね。綺麗だ。あのでかいやつなかなかしぶといですね。しぶといんですよ。やって早く。あ、やっつけた。やっつけました。あ、強い。そう、雑魚どもは。あ、またでかいの出てきた。チュートリアルです。防御の説明をします。防御は L1 です。 L1 で R1 で回避です。まあ、やってみましょう。どっちがいいんだろう。はい、物によって違う。 L1 でガードです。そんな効かないぞ。すげえ待ってる。 R1 で回避です。HP プラス100？ どういうこと？回復って意味ね。へぇ、回避がこれ。あ、回避するとうまいけど。あ、うまい。いや、もらえない。アイディアが欲しいんだぞ。あ、なるほど。まあ、デクソニー買おうとか、ここはキュートライミア的だから。でかいの硬えな。でもやっぱ、序盤ですからね。向こうもやられまくって、これで気持ちよくなって、終盤からめちゃくちゃ攻撃してくる強いやつにボコボコにされる。もう俺やってると気持ちよくなっちゃった。ああ、気持ちいい。敵殺すの楽しい。太ももがいいな。お嬢さん、お怪我はありませんか？お嬢さん。え？こいつ悪いやつやん、絶対。私。お嬢さん。かわいい。俺この子がいい。え？もしかして、リリアーナ？リアーナ、あ、さっき言ってた。そんなに変わった。さっき言ってた3人のうち1人。そう、あー、なるほど。この子がアルーシェちゃんね。あー、なるほど。この子がアルーシェちゃん。アルーシェとリリアーナちゃんですね。アルーシェは変わってないかな。わー、ほっぺがプニプニしてる。背中エロくないですか、これ。どうしてこの服選んだんですかね、この子。だから巫女を迎え、巫女を教皇庁に連れてくっていう任務で、もう偶然会ったみたいな。で、この子は巫女ナースなんですか。巫女ナースじゃないですよ。巫女ナースだよね。それは違います。姉さん六角とか言ってないですよ。これ誰が操作してるんですか、これ。俺か、お前。あ、俺らも対抗してるっていう。偶然のことをしただけさ。業者はどうもね、男っぽい人を操作してんだよ。あ、おるんか、業者、うん、なんでさっき業者に任せてなかったんですかね。超気まずい空気流れてるじゃないですか。なんか初共演の時の楽屋みたいな感じになってます。久々に会ったみたいなんで、この子たち。学生時代からだいぶ経ってると思う。で、この子はミコになって、アルーシェちゃんはミコを守るエージェントになった。へぇ、
邪妖にして邪妖っていうのはそのなんかこう世界に渦巻くモンスターみたいな、うん、悪いやつ、ね、で昔いろんな吸ったもんだがあってなんか、はい、青い血がなんか天から降り注いじゃったの、はいはい、その青い血を浴びた人たちはもうなんか夜すごい活発になる邪妖、あ、さっきの獣みたいなのに姿変えちゃったの。塩さんみたいですね。え、うん、夜は獣になるかどうかわかんないけどなんかそう、だから邪妖の元は人間とかいろんな人がいるんですよ。なるほど。大丈夫だって、これでも騎士として修行してるんだから。そうですね、でこのアルーシェちゃんはその邪妖を倒したり、はい、ミコを守ったりとか教皇庁のエージェントみたいな、ね、なるほど。相変わらず無鉄砲なんだから超仲良しじゃないですか。そうかな。照れてる、かわいい。なんで照れるとき頭かくんですかね。そうだな、不思議ですよ。本当に騎士になったんだね。ああ、はあ、今は教皇様の指令で連絡取り合わないんですね。 LINE とかしないんですか。ないです、ありません、ね、こんな馬車の時代にそんなものあるわけがないだろう。なんか既読にならない。リリアーナ既読にならない。私のこと嫌いなのかな。リリアーナもだから既読つけんの怖いから、一回飛行機モードにして既読つかないようにして見てますから。あ、飛行機モードにすると見る。そう、既読つかないですよ。最近覚えた。お前ね、覚えたの。お前既読つかない、そういう意味か。猫リリアーナを教皇庁までエスコートするの。エスコートするのが、なるほど。なんて言われちゃって。うん、でこれが最初の任務ですよ。なるほど。エスコートします。リリアーナこそ教皇様から名前を呼ばれる巫女になるなんて。確かにすごいよ。どうもこのセリフ聞いてると巫女は結構各地にいるっぽいんだけど。あ、いっぱいいるんだ。もしかしてリリアーナは世界を救う巫女になれる。世界を救う巫女なんていう概念があるんですか。あります。へえ。ちょっと嫌そうですよ。いや、嫌じゃないんじゃないですか。憂いを帯びた瞳が頭にばらつけとるんや。かわいいな。あ、なんだ、なんや。あ、これはこれ上から絶対なんか暗殺が、大久保卿を暗殺する。やめてください。邪妖邪妖。くそ、夜はまだだってのに。リリアーナを下がって。夜に基本活発になるから。なるほど。あ、じゃあもう夕方だからちょっと早めに鼻筋でちょっと早めに出ちゃった人だよ。それなんか早朝出社みたいな。早出してんすか。リリアーナ早出して森をちょっと監視してるから。これリリアーナも戦えるんですか。邪妖から世界を守る教皇ちゃんの人間だもの。戦闘キャラになると戦闘操作はできないんだけど助けてくれる。サポートしてくれるんだ。いつまでもアルーシに守られるだけじゃない。かわいい。リリアーナマジで可愛くない。すごい刺さりますよ。ちょっと俺はアルーシェちゃんの方が今どう好きだよ。うわっ。うわ、露出が多いからとかそういう理由じゃないぞ。最低。だって絶対領域確実に意識してますよね。巫女のくせに。リリーの説明をします。リリーは、はい、一緒に戦うパートナーの人なんですよ、はいはい、これはだからリリアナちゃん以外もなる可能性がある。なるほど、うん、他の女に寝取られるわけですよ。そんなことはよくわかんないけど。戦闘は控えめだが、アルーシェを守る。これは リリアーナちゃんの特殊能力というか効果みたいな。なるほど。リリアーナちゃんがパートナーにいるとなんかいろいろやってくれるよみたいな。頑張ろう。あ、ほんで、あ、めっちゃ援護行為してくれるじゃないですか。はい、終わり。うぇい。なんか翔さん慣れてますね、こういうゲーム。まあ、やったからね。やっつけたぞ。これで全部かな。うわ、横おっぱいすげえ。あ、やばいやつ来ましたよ。これ絶対さらわれますよ、これ。みこみこ、さらわれます。あ、なに？危ない！え？そう！ワールド！これリリアナちゃんの能力だ。時を止まれ。マジ、こんな。うちに、早く。あ、意外と、あ、なに？相手だけ止めるのか。全体止めるわけじゃないですね。時の流れを遅くする能力。あ、遅くするのか。あ、でもだいぶ消耗してますよ。やると結構体力使っちゃうから。これあんま使っちゃダメなやつじゃないですか。早く回復してあげないと。リリアーナ、まだその力。まだその、あ、昔から使えてたってこと。使いたよな、これ。多分そのノリでしょうね。遅くしたよな。時を遅らせる力、それは体に負担がかかるんじゃ。周知の事実なの、うん、大丈夫。強くなったのは
アルーシェだけじゃないよ。もともと病弱そうですけどね。体が弱いのかもしれない、ね、なんでこんなにおっぱい大きいんでしょうね。病弱なのに不思議。全部栄養があそこに行っちゃったんじゃないいいですね。じゃあ巨乳はみんな貧弱ということになるんですだからウエストも細いんだよ私もこの力誰かのために使いたいの。いい子。へえ。さあ教皇庁へ急ぎましょう。教皇庁、はい、急ぎますよ。なんか緑色なんですね。あれ、さっきの襲撃。ファッ車輪が壊されてる。なんてことだ。それじゃあここから先は歩き。嘘だろ。歩きです。マジかよ。徒歩。徒歩。徒歩で教皇庁行きますよ。馬車で行く。メインクエストの説明。まあ、こういう感じ。要は地図があるからその方向に向かって走っていけたんですよ。なるほどね。なるほど。試しに倒したヨーマの特徴、まあ、いろいろ説明があるけど、まあ、L でだ、まあ、これ、おしっぱでダッシュで、バツでジャンプで、ね、ジャンプ、なるほど。この辺はもう、あの、はい、いろいろとあるんです、ね、読んで覚えてくれ。かしこまり。ここじゃ目指しましょうと。まあ、要するに、このあの右上のマップ通りに進んでいって、で、メニューはこんなのがあって、うん、コレクションってこれだな。だからいろいろあるんですよ、こうやって、あのアイテムとか設定資料とか、ジューマとか人物とかいろいろあるんだけど、まあ、進めていくと埋まっていくって感じなんで、時間があるときに見ると、より詳しくなれますよっていう感じだな。なるほどね。まあ、とりあえず今進んでいこう。とりあえずまっすぐあそこの目的地まで。ジャンプするとこんな感じ。ジャンプ力半端なくないですか。3メーターは飛んでますよ。すごい。カメラとロックオン。R3 でロックオン。R3 でロックオンです。流し、あ、押し込むってこと？そう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 。あ、指示。指示。指示中。パートナーに指示与えることができて、まあいろいろあるからやってみよう。はい。要は集中は自分と同じ敵を攻撃するで、自由は自由に動いて、分散は自分じゃない敵で、護衛はこのアルーシアを守るように動いてくれみたいな感じ。なるほどね。いいぞ。でこうやってなんか倒さないと進めなかったりするから。あ、なるほどね、うん、あれがあのご都合主義の壁ですね。そうですシュッて出てくるやつさあ山村についたぞ。よくあるやつ。ここは山村です。山村山村フィーダッキー。俺もなんかプレイしながらそれ思ったからマジでやめてくれ。奇遇ですね恥ずかしいですね。これは一体？すっかり暗くなっちゃったね。じゃあ、妖魔がめっちゃ暴れ始める。邪妖か。邪妖がちょっと暴れ始めますよ。あ、ホタルだ。ホタル。すげえ、ジューン。やめろ。ああ。でも、急がないと。めちゃくちゃ。ここで夜は邪妖の時間だっていうのが分かる。なるほど。邪妖のせいで。こういう景色、ホタルいるってことは相当水が澄んでるってことですよね。だからまあ田舎っていう感じ。田舎って言ったらもうそれはしまいですよ。自然が残ってるとか言いますよね。リリアナ、リアナ、あれは、あれは一体何を発見したでしょうか。ねえアルシェ、来て。まあ悪いものを見つけた時の口調ではないですね。そうだね。ちょっとどこに行くんだよ。どこに行くんだ一体。もうこれ拒否権ないです。拒否権はない。こっちよ。拒否権ない。ムービーだから拒否権ないです。危ないって。リリアナ、ムービーいいな。かわいい。ムービーはやっぱ違うよね。ね、モデルがすげえ綺麗、うん、いいと思います。すっげえな、ここ。これ長崎とかですかね。これ戦ったらモンスターの血で花が赤く染まるぜ。なんでそんな怖いこと言うんですか。やめてくださいよ。星降りの丘に似てない。星降りの丘、素早さが2倍になりそう。学園の裏にこんな綺麗なのやつあるのか。すげえ学園だな。あるって呼んでんだ。あ、セスセスセス。え、なんて。いや、なんかいろいろ早口に言ってみて、なんて言ったのか聞かないといけますけど。この世界がいつまでも優しいものでありますように。おー、全然優しくないじゃないですか。覚えてる。邪妖まみれじゃないですか。学園で一緒だったこと。あー、でもなんかいいですね、これは。肌の露出多いな。いや、すごいですよ。あんなんで下座ったらケツ土まみれになりますからね。トモモとか絶対アリとか登ってくるよね。あー、ちょっともう滑ったいみたいな。この任務が終わったら
昔過ごした町に。え、行っていいの？ユーラルムに連れて行って。ユーラルム、この子たちが過ごした学校があるところ。約束だ。勝手に行ってんすか？仕事放棄じゃないですか？この任務が終わったら。なるほど、じゃあ休養を取るんですね。そう、夏休み。夏休み、夏季休暇。夏季休暇4日間お盆挟んで9日間。9日間有給ついて10日間。パイオツ海底だな、マジで。リリア、それじゃあ教皇庁まで急ごっか。アリューシェの服すげえことになってますね。おっぱいを抑えるためだけの服みたいな。すごいでかいね。私目に抑えて抑えてみたいな。やっぱいたすときはあそこの右のなんか謎のボタンみたいなやつパカッて外すとポロンって出るんでしょうね。そんなボタンみたいなやつあるか。謎のあの丸いやつ。俺はまずスカーフから外すけどな。分かってねえなスカーフ外したらだって裸にスカーフできなくなるじゃないですか。あえてもう一回、巻くんですか？裸にしてもう一回巻くんで。いやいや、それは邪道ですよ。つけっぱなしじゃないと。ね、ね、こうやってくるさん。やめろ、ちょいちょいなんかメーカーさんの同意を得ていこうですね。いや、ピー音入るかなって。この動画一応メーカーの担当者の方に見ていただいて、検閲が入って、ボツになったら乗らないからな。だって下ネタいいっつって言ったんだもん。しょうがないよ。もうちょっと考えよう。え？考えてる、実況して。考えてますよ。あっちの方ってざっくりだな。あ、なんかいい匂いする。何？いい匂いする、いい匂いするよ。あそこの家からね。何これ、強奪するの飯を。お腹空いてきちゃった。え、食わせてくれんの？これでもね、行こうとするとね、行けないんですよ。なんだよ、お腹減っただけかよ。お腹減っただけなんだよなんだよ、これ今度あの3の時はご飯食べられ。おお、ダブルチェイス。ダブルチェイスはまあ必殺剣みたいな。あ、なるほど、うん、そういうのもあるのか。まあ、ダブルチェイスを選んでみましょう。まあちょっとやってみるから。はい、溜まったらやってみるから。ダブルチェイスはどこが溜まったらいけるんですか？あのさ、左側になんかさ、あの紫のやつ、ね、紫のゲージ溜まってると、あれがマックスになったら溜まる。あれで調理が出せるのか。いいわね。これ戦闘が終わるとね、あれなくなっちゃったじゃん。なくなっちゃう。なんだあかんやん。効率よく溜めて効率よくぶっぱしないとだ。なるほど、これ明らかに後ろから襲われますよ。え、これもう一人の。あ、3人目3人目ですね。今行っちゃダメなんじゃそれ行っちゃダメなんじゃあの集中。嘘だ。どんどん進んでいきますと。マップはあるんですね。マップ通りに進んでいけば大丈夫。途中で結構宝箱とかもあるけど、今はまだ気にしないでいいかな。え、いいの、うん、宝箱全部取りたい中の塩さんが仕方していいんですか？取れないとこもあんだよ。取れねえんだ、まだ。あ、後から来ないとダメだ。そう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 。あ、橋が落ちとるやん。うわ、取りたい。あっ、あ、どうしたの？ふふふ、いいこと思いついた。何するつもりだ？あんすよ、これ。何するの？フックで。え、うせやん。あ、え、嘘だろ、このフック何のためにあったんだよ。無言だから絶対おかしいでしょ。しかもこれ片道しか行けねえし。片道するか、これはしょうがない。これ使ったことでもう誰も渡れなくなりました。こういうとこあるんだけど、燃やす、ここ、ね、燃やせない。マッチ使えばいいんですか？マッチない、持ってないんだよボーイスカウトで生かした鍛えた技術で燃やせばよかったね。でもどんどん下進んでいく。ここ、あ、やばい。リリーバースト。リリーバーストとは？テンションゲージマックス。キャラクターの横にある花びらがマックスになると使えるんだけど。花びら？へぇ、まあ、あ、本当だ、マックスになってる。これでね、バースト。え、何してんだイチャイチャしてる。あ、そうか、あそこであの敵引きつけて逃げてぶっ放したってことか。おお、すげえ。で一気に殺せるんですよ、これ。いや、これがまあ本当に必殺技みたいな。これ気持ちいいです。あっちの左のゲージとはまた別なんですね。いや、別別、左のゲージは左のゲージで別の技が発動できる。じゃあ必殺いっぱい打てるじゃん、うん、もうつきましたよ。もうついちゃったんだ。強行中早いね。早い、サクサク。え、どうしたの？リリアナちゃんになんか行きたくなさげなんだよな。なんで？リリア、もしかしてひどいことされるんじゃ。うん、なんでもないの。行きましょう。記憶を消されると教皇様がお待ちかねだわ。あのなんかバイオ栽培されてる人間たちのところにこうやって
縛りつけられて、え、その巫女としての力だけを吸収したあのババアどもが超えるという。超える、超えるんだ。よくあるやつ。エージェントアルーシア、おそす、よく任務を果たしました。褒められた、嬉しい。あなたを聖騎士に任命し、聖騎士、もう突然聖騎士に任命されちゃうから、え、すごくない、早くない。ヨーマ月の女王が姿を現しました。ヨーマ、あ、ヨーマ偉い人の方なんだね。このままではこの世界を夜が支配し、強い月の女王が現れちゃった。なるほど、大変だ。誰も目覚めることがない終わりが来てしまう。へえ、やばいじゃん。京子様、私がその月の女王を倒すのですか。自意識過剰じゃない。そんなことは言ってないでしょ。人間が叶う相手ではありません。へえ、私たち教皇庁どうすんの。これまで月の女王が現れるたびに、うん、時の花嫁を捧げ、その力を封印。これは生贄にして月の女王を封印しようとしてますよ。そうだよ。ああ、これはあなたに聖騎士として最初の任務を。あ、これ隣の女を殺せとか言いますよ。妖魔月の女王のもとへ時の花嫁を捧げるのが任務です。封印するのです。いや、これ完全に時の花嫁この子じゃん。巫女リリアーナ。ああ、そうですよね、リリアーナ。はい、終わり。なんてことだ。歴代の聖女たちに匹敵する力を持って。だから来たくなかったのか。そう判断して。はぁ、ババア捧げればいいじゃないですか。ババアちょっとね、若さが足りないんだ。若さが足りない。どうすんだ、聖騎士になったから調子乗って、ほら行くぞっつって首元をグンってやって、月の女王こっちだっつって行くぞ。やめて、痛い痛い痛い。私がいれば世界は救われる。あ、これ完全に人力で倒すパターンですよ。昨日怖い夢を見たの。予知夢かな。恐ろしいものがやってくるけど、うん、私は逃げられない。わあ、嫌やな。それを受け入れるのが私の運命だ。結構直接的な夢見ますね。嫌だね、そんな予知夢ね。ね、何があってもリリアを守るよ。本当か。約束だ。本当か。絶対ラスボス戦で捧げるかどうかのイエスノーが出るぞ。ルーエンハイド。いつまでか街に住んでる。なぜ教皇庁から姿を消した。こうなることが分かっていた。ルルド教団に来るんだ。ロエルジリス様にリリアーナを預けよう。ロエルジリス、カタカナが飛び交ってて何だか分からない。教皇庁を敵対してるのがルルド教団っていう。ルルド教団だ。じゃあ幼馴染はルルド教団に行ってしまったんですか。に入っちゃった、はあ、うん、幼馴染でも可愛いから。幼馴染に一番おっぱいでかいんだよ。可愛い。僕は好きですよ、この子。光をもたらす。これ絶対剣めっちゃ重いでしょ。多分こいつベンチプレス120キロとか上げますよ。じゃないと使えないよ。二人ともやめて。やめて。私はこの状態でちょっと硬直するのきついよ。邪妖か。来たか。え、なんでこんなやつな格好してんだ全員。リリアを守るんだ。頭おかしいんか。俺らのためにしてくれてんだよ。ガチガチの鎧着ろよ。本当は鎧着たいんだけど。俺らのためになんか。ガチガチの鎧着た女騎士も割と性癖的には全然ドンピシャなんでありですけど。いやでもよくわかんないじゃん。まあね。プルンプルンした方がいいですからね。アクティブスキル。これちなみにパートナーがね、このルーエンハイドちゃんに。え、あんなに争おうとしてたのに共闘するんですか、うん、リリアーナ守るためによ。なるほどね。この3人幼馴染みたいな感じ。はいはい。前は四角と丸と三角同時押しで、なんかそのキャラ固有のスキルが発動できるって感じよ。押してみるか。力を貸すぞ。そんなにで、防御を上昇してのけぞり向こうみたいな、そんな感じ。なるほど、ノックバックしなくなるんですか。でこれ丸押すと、おで連打すると、連打なんだ。うおー、すげえすげえすげえ。あ、ええー、やん。これがなんかあの左側のゲージが溜まると出せる。おもろいやん。あ、いいですね。 HP でけえなとか思ったけど、必殺使ってくれて逃げるんだ。あいつらはリリアを奪いに来た。逃げていいのかよ。逃げ、おっぱいでっか。どこへ行こうという。あのおっぱいの真ん中に敷いてるあの青い謎のやつ、何？ネクタイ。ネクタイか。何こいつ。月の女王。なんで全員、え、月の女王来ちゃった。お前もう来ちゃうの。もう来ちゃうの。俺びっくりしたこれ。早いよ。早いよな。まだその時ではない。いやいや、お前来ちゃったらもうしまいだよ。ダグ、お前が死ぬ足。え、いいの、もう終わっちゃうよ。強そう。それも
おお、意外と戦えない。意外と戦えない。ボコボコにされるべきでしょ。そんなこと言ってる場合か。やっちゃうよ。すげえ、月の女王までエッチなのか。月の女王もエッチだから。何か、しかも 色黒ですよ。色黒。俺色黒ガングロギャル好きなんだよな。月の光は浴びて日焼けしちゃったんだもん。月の女王。月の光って日光じゃねえんだから。お？リリガムスキル特有の条件を満たすとリリが自発的に発動してくれる。まあ、要するにあの自動で発動するスキルみたいなもん、ね、ほっといたらやってくれるって。で、この ルーエちゃんは、はい、瀕死になると1回だけガードしてくれる。へぇ、ナイトですね、まさに。うん、邪妖がね。ああ、やばいやばい、瞬間移動してきてる。このなんか月の女王の名前、なんかマルバジーヤとか出てるけど、なんか全然そんな名前知らないけど。マルバジーヤ、なんで知ってるんですかね。なんで知ってるか分かんない。名刺交換でもしたんでしょうか。痛い、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと塩さん頑張れ、塩さん頑張れ。大丈夫だ。で、これ守ってくれ。ああ、ありがとう、ルエちゃんみたいな感じ。あれ、あいだ、もう死ねえ。頑張れ塩さん、やっつけろ。ほどほど前線してるのも臭い。ほどほど戦えちゃってるじゃん。帰んのかよ、しかも。終わりの時間。ああ、なるほど。おしまいです。触手や。触手じゃねえか。なんこれ、かっこいい。主人公が最終形態になった時に、あの両側に剣が浮いてるタイプの。嘘やん。結構ガッツリ刺すやん。ガッツリいってるから。え、なんでチューしたの。なんでチューしたの。レスなのかな。あ、でもこれ主人公死ぬの。え、いや、私もここがびっくりしましたよ。たまげたな。あー、オープニング、なるほど。どうなるんですか、これは気になりますね。いい引きですよ、これは。来週の視聴率上がりますよ。今ちょっとチラッと見えた。妖魔の長である夜の君を倒しました。ストーリーだから。しかし、その時に世界に撒き散らされた青い血に触れたもの。めっちゃ撒き散れたよ。夜にうごめく邪妖となってしまった。これ血に触れちゃった人はこうなっちゃう。木から何から。以来この地は夜を奪われた夜のない国となり、夜に人が出歩けなくなっちゃった。なるほど。私たち教皇庁は、ね、この世界の均衡を守り抜いてきたんです。どうやって守ってたんだろうね。一刻も早く時の花嫁を捧げなくてはなりません。でもさっき言うたやん。夜が支配する前に時の花嫁を捧げて、それを止めようって。さっきなんかちらっと時の花嫁っぽいのが映ってましたけど、乳首しか隠してなかったですよ。時の花嫁の力を得た月の女王が、永遠の夜をもたらす力を手に入れてしまう。なんやこいつ。永遠の夜。え、なんやこいつ。これ後で分かる。全てが夢の中。キルアのお母さんじゃん。やめてください。誰も目覚めることのない常世の世界。常世の世界。これだ。え？え？あ、生きてるやん。生きてんすよ。生きてるやん。なんや、ええやん。残念だが、その痛みは消えない。え、ハンディキャップを背負ったの。これから。誰？血の渇きに苦しむことになる。この人胸開いてんだよ。こいつ一番でかくない今までで。メガネキャラ胸でかよな。うわ。そこでも多分心音は聞けないと思うけど、おっぱいが邪魔して。